分あの白が見えると多分高って思ってもらえるかなみたいなのもあるので、ちょっとそういうのを考えてるんですが、そういう番組があるんですよ、 U&I っていう、それにあったよ書いて、てか私も結構それも SNS で聞いたんですけど、なんか元々はなんか落書きからやっぱりハンコを作るのにちょっと、スルスルいきますね。そうですね、これあの慣れないとすごくてガリガリ彫る方もいるんですけど、慣れてくるとポロッと取れるので、ほんと顔がシートパックみたいに取れる時があるんですよ綺麗に住所印も作るので、うんうんうん、白鷹町の人に本当大変でした。このキャラクターも一応オリジナルのキャラクターなので、何くんって言うんですか。青タンと言います。青タンこの辺りに、はい、押します。こんな感じです。すごい綺麗に作るそうなんです、彫ってその時によっていろいろ通販は変わってくるんですけど、うんうん、足んなくなってきたら補充してみたいな感じで作って、うんうん、Eテレが結構そういうのに力を入れてて、うん、そういう番組があるんですよ、 U&I っていう番組があって、うんうん、